はい、皆様こんにちは。リヒトドゥンケルハイトでございます。月夜に響くノクターンリバース実況プレイ続きをやっていきたいと思います。はい、リスティルさんの城なかなか先が長いということで、ですね、ブラックダガーさんをちょっと先頭に出しております。ですね、闇星さんがレベル上がりそうなんですよね。24になる分にはいいんですけど、この次がまずいなってことで一旦下げて、やばくなったら交代しましょう。できればな、黒玉ちゃん下げて、使いまで、政略の角さん一回召喚してみたら、読みとか持ってたし、結構いいなって、まだ、メディテーションとか持ってなかったんですけど、メディテーション、リジェネレーション持ってなかったんですけど、回復薬としてなかなか使えるなと思ったけど、でもこいつもレベル24だからちょっと出しづらいっていう感じですね。さて、前回右側終わったんでしたっけ？なんか宝箱しかなかって戻ってきたような気がするんですけども、どうなんでしょうか？どうなんでしょうか？じゃねえよ。一発目から影ぐらいをぶっ放っていく。ミスっていく。おかしいな。あの猫に当たってたはずなんだけどな。イエーイ！あ、強っ。やっぱり攻撃力高くて素晴らしい。行ったっけ？こいつまだでしたね、多分。なんちとびくしゃい。シャドウリッパーするほどでもないか、エアスラッシュで行こう。ほんで、これ、いや、当たらんか。直線上のやつは、違う、君防御。君、スラッシャーはあれなのか、連携がいるのか。ほいしょ。いやん、ナイスパーリング。ほい、ほい。オリジナルスキル、スラッシュ、来ましたね。スラッシュじゃない、スラッシャーか。来ましたね。おい、こっちがまだ。多分でもあの宝箱に繋がるんだろうなーって思いつつぶつかっていく。メテオドライブしたらまずかったんだよな、確かこいつなー。いや、これでいけるやろ。オッケー。君は防御。ほい。こいつは体力低いから、一方的にやれる。オッケー。ほい。にゃん。ガンガン戦闘するからあれなんだよな。テンペストは、違うわ。ルミナスチャージが直線上でしたね。ほい、うるさ。ほいっと。金防御。エアスラッシュでいこうか。無限の魔眼入れとこうかどうか悩むな。無限の魔眼一回入れとこうか。ちょっと待ってね。ジャガンそんな使わんし、無限の魔眼をちょっと、チャージタイム貯めておこう。今更だけどな。無限の魔眼。これ、チャージタイム結構かかるんで。はい。バーイ！あ、あいつ欲しい。あいつ欲しいので、とりあえず。デスポーンさん、これ倒せるかな？テンペストにするか。ディレイあるし。これは先に殴っ、うっせーん！お前パーリングマジかーい！あ、持ってたわ。そうや、持ってたわ。見たら持ってたわ。光の剣とかどうですか？これはシャドウリッパーで下げる。け。殴れ。あ、行ったわ。あ、着付け癖。あ、ルナちゃんであれしたからプラマイゼロになったわ。やったね、ラッキー。にゃん。あいつ欲しいなー。何使うかわからんけど欲しいなー。よいしょ。戦闘しすぎ感もあるんですよね。てか多すぎるんだよな。エンカウント率高すぎなんだよな、ここ。よいしょ、よいしょ。 OK。 待って、2300。イグニスさんももうちょっとレベル上がってしまいそうなんだけどね。ああ、パーリングが、こいつのパーリングがなかなかにきついぜ。よいしょ、 OK。ほう！ん？ああ、ごめん。もう一個忘れたわ。おー！これええんちゃう？ブレイクもしたし、ディレイもかけたんちゃう？なかなか使える技じゃないですか。ここみんな宝箱につながってんの？人雷波動ってなんだ？技なのか、あれなのかもわからん。ここはあれか。つながってるんだな。ん？あ、準備を整える。え？なんで？準備を整えた方がいいよな。準備整えて、多分、ラクリマちょっと使っ、これ保存のやつ、使っちゃって、これ多分戻れるようになるから、多分これは終われば。ちょ、行ってみるわ。
奥へ踏み込む。え、はぁ、ミステル、いや、影か。すげえ鎌持ちなんだけど。深淵たる泉の能力、無から優を生み出す奴の特殊能力、自分に似せて作ったオートマタか。くだら、問答無用で蹴散らすのみ。防御力減少なんだよな。こうしよう。悩ましいな。いや、いけ。どうなろうな。これ影ぐらいとか効かねえかな。聞いてくれたら超嬉しい。効かないか。だい、待って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 、まず防御する。カンナギ、カンナギここまでか。いや、いいわ。レビルさんが死んでもルナちゃんの読みがあるからいけるはず。特技スラッシャーはあれだし、いやでもディエイがあったはず。うん、痛い。これ一旦隊列で闇星さん入れるか。うん、で、いざ酔い三義にする？一応、今これに結構ダメージ入ってるんだよな。一人一人が割と弱くあってほしいんだけどな。こいつに入らないのが辛いな。いや、レベルさんはなんとかなるでしょ。なんとかなるでしょっていう言い方よ。いらい。で、これをレイウィングで崩そう。もう一丁。ほんで、ルナちゃんのカンナギでいいかな？正常でもいい気がするけど。あ、救命痕あったら忘れてたわ。ごめん。あ、無限の邪魔がまだか。ちょっと待って。影ぐらいが効かないから、隊列じゃない。技設定で影ぐらいが効かないから一旦下げて、クリスクロス入れよう。で、シャドウリッパーするか？こいつがダミーリスティル。あ、ごめんなさい。メテオドライブな。位置的に二人までしか入らないよな。シャドウリッパーにするか、とりあえず。こいつが、手前と、あいつが、あー、レイウィングさすがに間に合わないよなぁ。まあ、一応メテオドライブしとくか？まあ、あんま意味なさそうだけど。防御しようか、それとも。念のため。そっちか。ここは修水。で、君は防御。ひたすらに。痛い。ほんで、そうだなぁ。ベネトレイター、するか。上のやつがあれだから痛い。いや、危ねえ。さすがに間に合わないと思うからこっちして、あ、間に合ったわ。ごめん、間に合ったわ。もったいなかった。あー、でもカンナギ使いすぎるとまずくよな。君は防御して、攻撃力上がるけどな。でも、あれだな。イグニスさんだな。なんか結構魔法食らうな。ナイスナイス。あ、無限の魔法来てる。何か食らって！はい、オールミスでーす。もしかしたら何か効くかもしれないけど、オールミスでーす。これは、周水を、闇星さんにやる。痛い、痛い。闇星さんが間に合うな、これ。救命痕しとくか。闇星さんが間に合うから、修水じゃなくて、初行を、イグニスさんに、する。
対防御してあげたい、防御させてあげたい、痛い、防御スタンしちゃったか。これはカンナギ間に合うっちゃ間に合うか。シャドウリッパー、あ、クリスクロス来てんな。でも救命痕かな、カンナギ間に合うけどな。ちょっと一旦防御します。君も一旦ちょっと防御します。なんでずっとあそこにいんねん、あいつは。めんどくさ、めんどくさって言い出した。レビエルさんじゃなくていいのか。あ、でも読みあれか、今かい。特技そうだな。あ、カンナギあれしてたからしょうがない。カンナギを、あー、イグニスさんに入らないんだよなこれな。でもとりあえずレビルさんだな。これは一旦イエローポーションイグニスさんにあげよう。カンナギ間に合って、オッケー。うわ、危な、痛い。ちょっと待って、結構きついぞ。待って、待って、落ち着いて落ち着いて落ち着いて。私レッドポーションをレビルさんにやる。いや、でもきつ、全然間に合わないし。まあ、着付け薬があるからいいか。なかなか攻撃するタイミングはねえんだよな。クリスクロスにしようか。悩ましい。早く一人ぐらい死んでほしいんだけどな。あ、すごい国だ。さらにシャドウリッパーするか。一人も死なないんだけど、なんで？なんでじゃねえよ。これはレイウィングだな。一人を集中した方がいいのかな。一旦防御です。君も防御です。メテオドライブだと、上がダメージ入ってるはずなんだけど、なかなかな、入らないんだよな。で、無限の魔眼がダメだったから、一旦解除しないとな。技設定、無限の魔眼が入らなかったから、この辺とかなんか、影ぐらいとか聞いてくれたら面白かったのにな。この辺全然聞かないのかな。ゴーマの門とか長い時間かかるしな。ハイブラスト外してんだっけ？ハイブラスト戻すか。そうだなぁ。防御してる。君も防御します。カンナギが入らなくなったんだよなぁ。で、レビアさんとルナちゃんはリジェネレーションがあるから、そんなに嫌いか？イグニスさん間に合うかなぁ。連続で来られたらさすがに死ぬけど、大丈夫だったな。修水を、イグニさん一応入ってんだけどな、修水は。ギリギリ。間に合うか。間に合ったけど、カンナギは入らないんだよな。じゃあ道具で、レッドポーション結構使っている。痛い。ルミナスチャージ。あ、これ結構入るな。ルミナスチャージは4か。カンナギのためにちょっと残しておきたい感じがするか。じゃあ、テンペスト。いい加減あいつ死なねえかな。いい加減一人ぐらい落ちてもいいと思うんだけど。あと、イグニスさん落ちすぎなんだよ。マジで死なないんだけど。なんで一人も減らないんだ。一気にやらんといけんとか。そんなめんどくさい。そんなめんどくさいことは本当に全力でやめてほしい。これは、修水をイグニスさんでいいわ。レイウィング来るかな？あ、先にやられたか。レイウィング来たな。とりあえず、おいしょ。避けて、ありがとう。
辺とりあえずカンナギ用に残しておいて、ペネトレーターでも行こうかな。ほっ、なかなか一人が死なんな。一人も死なないってなんか私間違ってんのかな。あ、一人死んだ今。一人死んだ、やったー。イザヨサンギがあるわ。もう誰がダメージ食らってるかわかんねえよ、もう適当で。ふい。一応立て直したか。これ、周水だな。一人減ったことで割と楽になったかもしれん。ちょっと防御して。ん、サイレンス。しかも必要な二人がサイレンスかかったよ。笑うな。よし。ナイスー。さらに来たか。ハイブラスト効くかな。ドーン。まあ、効かんか。ここは道具で喉飴を。正常って待って、正常って4か。じゃあいいな。闇払いじゃねえよ。で、シャドウリッパー。手前の人が多分ダメージ入ってると思うんだけどな。手前の人って言い方よ。ここは正常で。防御。痛い。どうしようかな。救命痕かな。いや、救命痕に結構ダメージやねえよ。あれが入るから。一旦防御します。これは、周水をレビルさんにかける。鉛筆陣きついな。一応癒し入ってるから、レイビングいらねえな。いや、スラッシュ、手前の人がダメージ結構入ってるはずなんだけど、ここはもう一回正常で、サイレンスを解く。これ一旦回復のターン入れよう。ヤミセさん。お前かい。痛い。カンナギじゃなくてもいいな。イエローポーションがもうないよ。人数が減ればもうちょっと楽になるはず。防御。全員防御。ルナちゃんだけが痛かった。グリーンポーションでいいかな、とりあえず。40か、グリーンポーションって。一応、イグニスさんが、隊列で入れましょう。ブラックダーガーさん。デビルさんでいいかな。悩ましいけどな。シャドウリッパーだな。シャドウリッパー結構入るからいいな。ラッシャーはあれか。周囲の技術力だからな。技術力はあんまり意味ないか。防御しとこう。君もそうだな。でも、念のため、レビルさんに周水入れとく。君は、テンペスト入れようかな。死なないかな、もう一人。クリスクロス。なかなかか。念のため、いや、防御。オッケー。ブラックダガーさん、スラッシャーが帰ってこないからな。一旦防御しよう。全力で防御します。レイビング入れとこうか。なかなかダメージを入れる余裕がねえな。ペネトレーター、ほら、なかなか死なねえな。これは、ブラックダガーさんにあれ入れてもらおう。回復を。ハイブラスト。あ、救命痕でもよかったか。いや、救命痕は MP 消費するんだった。オッケー。徐々にやってってる。でもすげえ時間かかってる。でも一旦、これが終われば一旦帰れるはず。多分、そう、信じているよ。これ、下の、後ろのやつの方が、ダメージ入ってそうな気がするんだけどな。ジュースをちょっとブラックダガーさんにも入れとこうか。よし。
防御します。レイウィング帰ってきてない、レイウィング帰ってきてない。シャドウリッパーは帰ってきている。シャドウリッパーこれ効くんか、効かんわ。オッケーよかった、今ちょっとやられたかなって思った。これはカンナギだな。レビエルさんは大丈夫。でもシュース一応入れとく。イダイビング今さら、今さら殴るか。いやー後ろの方がダメージ入ってそうだけど、まあいいや。君スラッシャー帰ってこない。スラッシャーがなかなかあれだな、チャージタイムがかかるな。フリスクロス、フリスクロスでいいな。まだなかなかやな。ちょっと君は MP 消費しすぎましたね、やってしまいましたね。まあそれは闇星さんもそうなんですけど、防御です。はい、ブラスター。イザヨイさん下が来ました。防御します。痛い。イザヨイさん下、イザヨイさん下より救命校の方がいい。でもイザヨイさん下の方がいいや。なんか一人一人イザヨイさん下やってる気がする。これは道具でレビルさんに入れとこう。で、シュースイを入れる。シャドウリッパーが来たな。シャドウリッパー、まあいいや。あぶねえ。防御します。もうレビールさん中心にいいです。いや、スラッシュ。多分メテオドライブはこの位置やと入らへん。防御します。防御します。オッケー。追い打ちやめて。ハイブラスト。まだか。君、スラッシャーなかなかこうへんな。メテオドライブ入らへんねんな、この二人がな。一旦防御してよ。全員防御しまーす。全防御。よっしゃ。フリスクロスでいいか？いかへんか。君の方が余裕があるから、でもシュースいいなぁ。いや、闇星さんの方がな、消費 MP 少ないなっていう話で。シャドウリッパー落ちないか。防御します。悩ましい。防御しよう。はい、ブラスト。下の人落ちてくれ。下のリストリーさん落ちた。防御します。全力で防御します。オッケー、防御しといてよかった。レイビングは来てたやりたかったけど。来たっけ、来てたっけやし。カンナギ。入らへんな。うまく入りませんね。じゃあ道具だな。グリーンポーション入れときまーす。一応壁役として置いとかないとめんどくさいことになるので。君救命痕行くか？行っとこうか。あの二人が落ちてんのかなー、もったいないなーって思うけども。防御しまーす。全員サイレンスかかったね。全員サイレンスかかったね。シャドウリッパー。これはしょうがないな。これは、喉飴を、闇星さんにかければ、闇星さんが正常で全員直してくれるはず、多分。ペネトレーター撃つ？まあ、撃っとこうか。君特技で、正常で全員全員はいけないのか。まあ、とりあえず、前の、レビルさん以外を。どっちが強いね。威力的にはこっちの方が高いんか。気絶してくれへんけどな。防御しまーす。防御しまーす。レイウィング来てますね。オッケー。レイウィング！周水を、闇星さんやな。テンペスト行こうか。おいしょ。
落ちないか。やっぱりもう一回イザヤム産業やらなあかんのかな。なんかそんな気がしてきた。大丈夫、まだ余裕はある。君は防御、君はルミナスチャージはちょっともったいないかな。防御でいいでしょう。パラダイズ来た。パラダイズはなんかカチンって言ったけどなんや。よいしょ、闇星さんが来てくれれば OK。 闇星さんが来た。正常でこ、違う、この後ろの3人をこれで回復できるやろ。 OK。 レイウィンガー残しといて、シャドウリッパー、まだか。イザヤム産業来たな。イザヤム産業来ちゃうんだな。4回目のイザヨイ産業でございます。あ、ちょっと待って。じゃあちょっと特別仕様にしましょう。特別仕様ってなんやねんって感じだけど。で、スターファ。で、スターファトロニクスが強いんかな？せやな。この豪華魔剣仕様で、イザヨイ産業レッツゴー、まあ、すぐに付け替えますけど。これで決められたーよっしゃー、アクセラレーター。いやー、つらかった。あ、26に変わった。ラッキー。これはちょっとラッキー。よかった、やってよかった。多分 D で。あ、違うん？違うの？ D じゃうんかい。D っていうか、あれちゃうんかい。どれやろ？違うな。サンダーか？ちゃうんかい。え？どれ？ちょっと待って、どれ、帰れると思ったのに帰らせて、マジかよ、絶対帰れると思ったのに。いやだって私帰る気満々やったもん。え、ちょっと待って、ほんま待って、ほんま待って、嘘やろ、ちょ待って、それは予想外やった。私てっきりこれでいけるんやと思ったのにな。あ、ありがとう。よっしゃ、ちょっとあのラクリマのことがありますし、あのセーブもしたかったんでね。はい、よし、じゃあちょっとリスティルさん戦闘で、あ、ごめん、ね、オートマタ戦闘でしたけども、ほとんど終わってしまいましたけれども、時間がいい感じなんで今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。